6月2日、2024年元 GP 第7戦イタリア GP 元 GP クラスの決勝がムジェロサーキットで行われ、モンスターエナジーヤマハ元 GP のアレックス・リンスは15位、ファビオ・クアルタラロは18位で終えている。大会初日の好調ぶりに陰りが見えた土曜日に続き、決勝でもヤマハはレースペースに苦戦する。 チームディレクターのマッシモメガレリが予選順位とグリップ不足が結果を妨げた。スプリントで経験した問題がさらに悪化したと語る通り、チームやライダーにとって困難なレースとなった。リンスは10番グリッドから決勝をスタート。スプリントではスタートで17番手まで交代したが、今回はオープニングラップを12番手までのポジションダウンで耐えた。しかし、 その後も迫る後続のマシンを抑えなければならない我慢のレースが続く。必死に食い下がったリンスだったが、7周目にラウル・フェルナンデス、トラックハウス・レーシング、が、9周目にミゲール・オリベイラ、トラックハウス・レーシング、が、14周目にマルコベ・ゼッチ、プルタミナ・エンデューロ VR46 元 GP チーム、がリンスをかわす。 レース終盤では、ペースが落ちてきたオリベーラとの差を詰めていったが、抜き返すことはできず15位でチェッカーを受けた。15番手からレースに臨んだクアルタラロは、1周目を16番手で通過する。5周目にジャック・ミラー、レッドブル KTM ファクトリーレーシング、をパスしてスタート時の順位まで回復したクアルタラロだったが、 7周目にベゼッチにかわされ再び16番手に戻った。その後はしばらく1分47秒台をキープしていたが、21周目に突然ラップタイムを1秒ほど落としてしまう。その後もペースが回復しなかったクアルタラロはラスト3周で2台に先行を許し、18位でレースを終えることとなった。アレックス・リンス、決勝、15位。 望んでいたようなレースにはならなかった。最初から最後までずっと苦戦が続き、15位獲得のために必死で頑張っていたんだ。スタートは昨日よりも少し良くて、二つ交代しただけで済んだ。その後はマイラップ、何とかそのポジションをキープしようと努力したが、今の僕たちのマシンはライディングがとてもハードなため、マシンを懸命にコントロールし、 自分の体のコンディションも同時にコントロールしなければならなかった。このところのレースは僕たちにとってテストの様相が強いと思っている。他のライダーやライバルたちと一緒に走り、そこから情報を得るのは貴重な機会だね。ファビオク・アルタラロ、決勝、18位。基本的に非常にタフなレースで、特に体力面で苦労した。 腕に問題を感じていて、最後の10ラップは十分な走りができなかった。いわゆる腕上がりではなく、このタイプのコースを走るときに腕が限界になってしまうんだ。もっとスピードを上げ、もっといいレースができると期待していたが、低グリップに悩まされることとなった。もう少し楽に乗れるようなマシンにしていくため、何らかの解決策を見つけたいと思っている。 明日のテストでは、ウィークポイント克服を目指して、いくつかのことを試す予定だ。もしうまくいけば、体力面でも役に立ってくれるはずだ。